人間蝶詰めは探偵小説作家、夢の旧作の短編小説。雑誌、新青年の昭和11年3月号に掲載された。江戸っ子大工の直地が若い自分の奇怪な体験を語る。1904年、アメリカはセントルイスで開催される。 万国博覧会に日本も参加することとなり、当時27歳の直地は仲間の庭師たちとともに台湾間建設のために渡米する。太平洋を渡る船の中、地球が丸いことが点で信じられず、直地はオウム、小便になりかける。それでもセントルイスに到着するや、大工としての本領を発揮。 長名使いの腕前やよりき細工のからくり箱でアメリカ人たちを驚愕させる。やがて中国建築の台湾館が完成し、博覧会が開幕する。直地はフロックコートで清掃して客引きに早変わり台湾館の前に立ち、現場責任者の工学士、藤村に教え込まされた英語の文句を四終連呼する。日本船売局台湾ウーロン茶一杯十銭。 いらはいらはいの意味だということなど知らず、ただ、血統のまじない文句だと思い込んで、大声ではめく直地だったが、それでも客は引きも切らない。一杯十セントのウーロン茶とせんべいで乾待された客は、帰りがけに十セントも五ドルも彼にチップを弾んでくれるのだった。博覧会を指揮する男爵様や藤村からは、手を出したら、最後、 アメリカに叩き離してやるからそう思えと言命される。ものの、直地は若さゆえに給仕を務める6人の娘たちが気になって仕方がない。そんな折、6人の給仕のうち2人が病気となる。そこで、急遽の埋め合わせとして、セントルイスの中華料理店で働く娘が、スケットとして雇われてくる。その2人の娘、チーチーとフイフイが、 揃いも揃って、直地に色目を使い出す。この作品は、一人の人物が延々と事件の、天末を明かしていく独白体による形式であり、旧作はこの作品の他にも、悪巻刀書、死なまいの袋、死後の恋など、独白体形式の作品をいくつも残している。瓶詰めの地獄、少女地獄、教えの奇跡などの作品に用いられた、初巻体形式ともに、 夢の作品では、この2種類の手法が効果的に用いられていることが多い。ありがとうございます。